まりいただきました皆様、こんにちは。少し小雨がぱらついておりますけれども、このような不安定な天気の中、そして土曜日のお昼過ぎ、何かとご用事がありお忙しい中、多くの皆様に県内各地からお越しいただきました。本当に本当に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。今回の選挙戦、18日間という長丁場の選挙戦でありましたけれども、いよいよ今日が18日目、最終日となりました。最終日までこうして本当に県内各地の多くの皆様からお手を振っていただき、駆け出していただき、手を握っていただいて力をいただきながら、私船山尻上がりに元気をいただいてここまで来ることができました。本当にありがとうございます。さて、選挙中もいろんなことがありました。極めつけは昨日のお昼ちょっと前の安倍元総理への銃撃事件だったと思います。第一報に接したときに、私は気持ちの整理がつかないまま、怒りなのか悲しみなのかよくわからない、そんな思いで呆然自失といたしました。多くの皆様と同じように、なんとか一命を取り留めるんではないか、そんな願いを持ちながら、しばらく活動をやめ、じっとその状況を見守っておりました。残念ながら夕刻息を引き取られたという、こんなニュースがありました。本当に心からお悔やみを申し上げます。私は今回、昨日から果たして、このような凶弾に倒れた、そして世間全体、日本全体が悲痛な空気 に包まれている中で、果たして選挙活動を続けていいんだろうか、マイクを握って大きな声で叫んでいいんだろうか、そんな春巡もありました。しかし、民主主義の根幹である選挙、選挙というのは私たちが政治参加をする大切な場であります。この大切な場である選挙の最中に、あろうことか暴力で思い通りにしよう、暴力で何とかしよう、言論を封じ込めようという、こういったやり方に対して、やはり負けてはいけない、屈してはいけない、暴力に対しては言論で対抗して、改めてさまざまな意見が尊重される多様な社会を作っていかなければならない。そのためにはもう一回皆様の前でお訴えをし、選挙というまさに国民参加のこの民主主義の形、実現できるようにもう一度マイクを握らせていただく、そんな決断をいたしました。安倍総理とは何度も何度も議論をさせていただきました。考えの違いはあったかもしれません。しかし時には質疑の後に駆け寄って声をかけていただくような、何とも言えない優しい面というんでしょうか、包容力のある、そんな総理でもありました。改めて心からお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りしたいと思います。多分これは皆様同じ思いだと思います。しかしここでもう一度立ち上がって、あのようなことがないように、しっかりと民主主義、言論の自由を守るために、皆様のお力をお借りしながら最後まで頑張っていきたいと思います。どうか皆様お力をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。私は今目の前に横たわるさまざまな不安、目の前の問題で言えばやはり物価高です。世界中が物価高に悩む中、多くの国が今物価高を克服し景気回復を成し遂げる中、なぜ日本だけができていないのか。多くの国が負担の軽減に向けて付加価値税、つまり日本の消費税、そしてガソリンに関する税金、
電気にかかる税金、なんとか軽減をして、負担軽減を成し遂げ、さらに言えば、国民に対する、事業者に対する、農家に対する、さまざまな給付措置を行って、景気の後押しをし、景気回復を成し遂げている中で、なぜ日本だけが置いてかれているのか。日本は唯一、物価だけが上がり、景気が回復せず、給料が上がらない、そんな国になってしまいました。他の国に比べて非常に国力が弱まっています。だから皆さん、円が売られて円安が進行しているんです。円安が進行すればますます物価高に拍車がかかります。この事態を何とか解決していかなければ、地域の経済、国民の経済、暮らしが成り立ちません。これを解決するためにはやっぱり議論なんです。言論なんです。国会の中でしっかり議論して、一つの意見だけではなく多様な意見で議論を重ねて、いい答えを見つけていく、これが民主主義であります。つい先日、現職閣僚からとんでもない発言がありました。野党の意見は聞かない、野党の声は聞かない、これは暴力にも匹敵するものすごく問題発言だと思います。そうだ、私たちは野党と言われる立場にあります。しかし、私の意見は私一人のものではありません。県民の多くの皆様からさまざまなご意見をいただいて、皆様の意見をいただいてそれを届けている。野党の意見を聞かないということは、国民の意見を聞かないということに他なりません。そうだ、こんな暴言あるでしょうか。思い上がりも甚だしい。そうだ、一方の意見だけを聞いて何がいい政治なんでしょうか。そうだ、多くの皆様の声があって初めていい政治が生まれます。いい答えが生まれます。まさに議論を否定すれば民主主義の否定です。暴力と同じですよ。こういった傲慢な政治から脱却するためにも、私は今回の選挙を何としても負けられないと思っています。よし、皆さん、私たちの声をぜひぶつけましょう。傲慢な政治に終止を打ち、お上の言うことを聞かなければ何もしないというような傲慢な政治、一方の意見しか聞かないというおごりの政治、そして今未来に向けて多くの皆さんが漠然とした不安と不満を持っています。政治はこの不安を安心に変え、未来に向けて希望を持てる、この道筋を作ることが政治の役割です。改めてコロナを契機として、またウクライナ問題を契機として、私たちの社会は今変革を求められている、そんなちょうど分岐点に来ています。何もない時にはお金さえ出せば何でも買えました。しかし今、お金を出しても物が手に入らない、そんな状況にあることが明らかになりました。最初に直面したのが、皆さん、マスク不足です。お金を出してもマスクがなかった。そして車を買おうにも納品まで何ヶ月もかかる、1年以上かかるということもあります。部品がない、木材がない、そして今食料がもしかしたら外国から買えなくなるかもしれない。こんな事態に直面をして、改めて日本はなんて国内で物が作れない国になってしまったのか、このことを思い知らされました。危機の時にしっかりと国民に必要物資を供給できる国、これこそが強い国です。持続的な国なんです。まさにこの海外依存の非常に脆弱な状況から、国内にしっかりと生産拠点を戻して、さまざまなもの、食料はその典型です。食料をしっかりと国内で、地域で作れるような後押しをすること、これこそが政府の最大の責任だと思っています。そして皆さん、改めて私は日本全体のこれからの在り方、今見直しが迫られていると思っています。今までは地方のさまざまな人やお金が東京にどんどんと吸い寄せられてきました。高度経済成長期を支えたのも地方からの若き人材でした。それによって今東京は発展を遂げ、豊かさを享受しています。しかし、一見豊かに見えるこの東京が、いざという時に非常に弱いということが今回のコロナで明らかになりました。感染爆発や医療崩壊、地方では起きえなかった
このような問題が東京で起きました。そして豪雨災害や大地震の被害がひとたび起こったときに、果たして東京はこのまま持ち続けることができるのか、こういったことも今考えさせられるような状況になりました。東京は一見華やかで豊かですけれども、実は豊かなのは地方ですよ。自然資源があり、さまざまな人材があり、いろんな可能性を秘めています。今までは地方が都会を支えていました。今度は逆に都会から地方にさまざまな拠点を移して、真に豊かな分散社会、今多様性が求められています。分散化が求められています。ヨーロッパの国々のように首都圏一極集中ではなく、地方都市が豊かに色づいている、そして産業も文化も織りなしている、そんな多様性のある社会に向けて、まさに今この危機を経験した今が分岐点だと思います。新たな社会に向けて、東京から何かが降りてくるのを待つんではなくて、地方から突き上げる、そんな政治に変えていきたい。特定の意見を聞かないというそんな傲慢な政治から、多くの皆さんの声を実現できる政治に変えるために、あと一歩、もう一回り大きなお力を、私船山康江と皆さんと共に作るためにお貸しくださいますよう、心からお願い申し上げます。政治は誰か一人が作るものではありません。皆さんの声を結集して、いい社会を、いい未来を子どもたちのために残すために、私も全力で残る期間頑張ってまいります。どうか皆様もお力をお貸しください。どうぞよろしくお願い申し上げます。あと一回りです。あと一回り、どうぞよろしくお願いします。雨の中本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。歩道橋の根からもどうも皆様ありがとうございました。雨の中本当にありがとうございました。最後まで頑張ります。ありがとうございます。雨の中本当にご清聴ありがとうございました。本人も皆様のその思いを力に変えて、最後まで走り抜けてまいります。どうぞ投票箱が閉まるまで、皆様のお力添えを心からお願いを申し上げます。それではここで心を一つに頑張ろうコールをさせていただきます。頑張ろうコールの発声を立憲民主党山形県総支部連合会、石黒悟代表にお願いを申し上げます。石黒代表、よろしくお願い申し上げます。皆さんありがとうございます。船山康江候補が12年間、そして今回の選挙で地域に力を何万回も叫んだと私は思っております。地域の力は皆さんです。ここ山形の誇りと自信を持って、船山康江候補参戦に確実な勝利を誓い合い、頑張ろう三賞といきたいと思います。山形の誇りと自信を持って、船山康江候補勝利へ団結、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ありがとうございます。まだまだ投票箱が閉まるまでは時間があります。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。本日の12時まで選挙運動は可能でございます。どうぞ皆様、お知り合いの方にお電話、ぜひお声掛けをよろしくお願いを申し上げます。最後まで大激戦であります。今日は集まりの皆様の力が必要です。どうぞ最後まで船山康江にお力添えを賜りますことをお願いを申し上げ、街頭演説会を終了させていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。本当にご清聴ありがとうございました。